ーの、ぬぬのモンショルンでーす。はーい。今回はですね、じゃじゃーん。皆さん、こちら見てください。マネージャーさんが印刷して用意してくださいました。様々なペンライトでございます。今回はですね、こちらを70個あるんですけども、全部答えていこうと思います。イェイ！絶対無理。だってもう見ただけで、あ、わかんないみたいなグループあるんですよ、私。どうしましょうか？本当に K-POP 歴5年目のまだまだ新規なんですけれども、歴史あるグループのねペンライトたちがずらっと並んでいて、本当に知らないんかいって思うかもしれないんですけど、ちょっと頑張りますので、皆さんよかったら最後までご覧ください。それでは早速始めていきましょう。スタート。パパ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 というわけで、皆さん見えますか？ちょっと見えないかもしれないね。私のことが見えなくなるかもしれんけど、これちょっともっと近づけるわ。一旦ちょっとこの下の部分は、じゃあ一旦ごめんな。今日はこのペンで全部書いて、答えもいただいたので赤ペンで丸付けもしていこうと思います。じゃあまずこの辺のゾーンからいくな。まず最初にここ、これはわかりますよ。ビッグバン。ビッグバンですね。ちょっと見える？大丈夫？これ急に心配になってきた。まあ大丈夫か。次 WG 初めて見るペンライトです。てかそもそもさ、知らないペンライトが多くって本当にやばいよね。ワンダーガールズ。そして次、これはわかんない。これさ、文字とかあったらさヒントになりそうやけど、これは少女時代。これはわかります。そしてこれ、これはなんだ？ H ってなんだろう。 HOT。 これわかんない。ちょっと次、これは丸わかりですね。 2PM。 次これ、これなんだ？わかんない。なんか S って書いてある。 SSSSS。 スーパージュニアは絶対これやん。 SSS。 これはボアさんですね。これは東方神起。これはスーパージュニア。ジュニアのさスペル合ってんのかな、心配になってきた。これは私わかりますよ。可愛いペンライト集っていうのをこの前たまたまツイッターで見たんですよ。違う、インスタだ。これはボゴムさんです。俳優にもペンライトあるんだと思ってちょっと衝撃だったんですよね。オッケー。このペンライトめっちゃ可愛くないですか？なんかマイクみたいけどわからんな。これは BAP。 これ私 K-POP 好きになったばっかりの頃に見た気がする。これはわかんないな。なんかめっちゃさルサラフィムのやつに似てないですか？これはなんだろう。どっかで見たことあるよね。わかんない。これはエクソだね。次これ、難しくない？これさめっちゃ21似てない？見て、ここに21いる。え、じゃあこれ違うってこと？やばい、この辺全くわかんない。BTS。 これはガッセ。これ何？わからない。これアイコンで TWICE、 アストロ。これめっちゃわかりそう。これなんだ？これなんかハートになってる。あちずこんな感じじゃなかった？違うかも。一応あちず書いていい？でも間違え、いや失敗を恐れるな。あちずって書いとく。一応ちょっと、こんなんだった気がするんよね。 NCT。 これめっちゃ可愛くない？これ IOI ですよね。これ持ってライブでさ振りたいよね。これはブラックピンク。これは SF9 かな。中の文字が書いてあります。これなんだ？これこのトランプのクローバーみたいな。これはビクトンですね。私のフォロワーさんにビクトン好きな方がいらっしゃるんですけど、それでなんか覚えてます。マジで難しいな。これはシャイニー。これ水色が可愛いですよね。んでこれはアイユーちゃん。21。これなんだ？4って書いてある。うわ、わかりそうなのにわかんない。こういうの、これはなんか書いてない？ティーントップ。一回書いてみます。でも私グループわかんない。いやでも文字ここに書いてあるから一応
間違ってたらごめんなさい。ハニービーみたいなグループありましたよね。そんな気がするんですよ私は。ハニー、ハニー違ったらごめんなさい。これは A ピンク。すごく可愛いこのドクロ。わかんない、むずむず。そして次の大根といえばママムーン、レッドベルベット。これはウィナーですね。うわー、めっちゃ分かりそうなのに分からん。シンプルがゆえに分からない。次 G、 これは予知ですよね。はい、これはモンスター X。 友達がモネク好きで家にあるのを見ました。こっちのこの黒いやつ。これはセブチー。これ分かんないな、この黄色のやつ。このロゴは分かりますよね。モモランド。やばい、これめっちゃ電球みたいじゃない、かわいい。わかんない、これもわかんない、めっちゃわかりそうなのにわかんない。え、この辺全くわかんない、どうしよう。ライトって書いてある。何ライトだ。とりあえずライトだけ書いておこう。あ、ワナワン、ワナワン。これはゴールデンチャイルド。ボーリングみたいでずっと覚えてます。どこ持つんだろうねっていう。これはストレイキッズ。待って、これさめっちゃ見たことある。これ何のグループだっけ。ペンライトの中にお城があるみたいな見たんだよ私。やばい、なんだっけ、めっちゃ悔しい。 G アイドル、トップボーイ。最近めっちゃやばいよね、めっちゃ流行ってない。よし、アイズワン。これはなんだ、ふわふわしてる。これはなんだ、私本当に知らないんだな。やばい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 。というわけで今から丸付けをしていこうと思います。ビッグバン、正解。ワンダーガールズ、これさ全部大文字にしちゃってるけど大丈夫かな。まあいいということで丸。 PK ウィル、わからない、すいません。ショホルンが一体70点満点中何点取ったのか数えていこうと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8 70点中38点という結果になりました。追試ですかね、これは追試かもしれないですね。本当にまだまだペンライトってあるからさ、ちょっと頑張りますね私。そして答えられなくて本当に申し訳ございません。また機会があれば追試やろうと思いますので皆さんよろしくお願いします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルーン。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントお待ちしております。バイバーイ。むずー。